はいどうも皆さんおはようございます。こんにちはこんばんは。上白龍河です。さあ本日なんですが、新パックにて強化されたシャークデッキをね、組んできたのでご紹介していこうかなというふうに思っております。まあ新規何が追加されたかっていうと、まずメインギミックがアビスシャーククリスタルシャークっていうぶち壊れモンスターが追加されまして、でさらにエクストラデッキに、ネフィルアサイラムヘッドナイトとネフィルアサイラムカオスナイトが追加されましたので、これかなりね展開力上がりましたし、強くなりましたということで、ご紹介していきましょう。新規中心にまずネフィルアサイラムヘッドナイトが何をするか。こいつはですね、まあ、レベル 5×2 で作れて汎用のモンスターなんですけども、平常にナンバーズモンスターが存在していれば、戦闘では破壊されない。まあ、自分がナンバーズではないので、自分が以外のモンスターを用意する必要があるんですよね。で、自分、相手のメインフェーズ、まあ、要するにメインフェーズ中であればフリーチェーンですね。このカードの、素材を2個取り除いて、エクストラデッキからオーバーハンドレッドナンバーズのどれか、まあ、例えば今回入っているやつだ と、サイレントオーナーズ、アークナイトとかね、この辺のモンスターを、下に重ねられることができますと。で、その後、このカード以外のフィールドの表側表示のモンスターを下に重ねることができると。要は、これ相手パクれるんですよ。まあ、自分パクってもいいけど、相手パクれるんですよ。下に、素材に。やっぱ、エクシーズ素材にするっていう効果って、やっぱ除去としてすごく優秀で、墓地に送るとかもないですし、除外するとかでもなくて、だから帰還とか蘇生とかできないんですよね。素材にするから。この除去は、やっぱ、ね、かなり強い。で、しかも、エラン対象取ってないんで、このモンスター。まあ強いですね、このヘッドナイトは。で、このヘッドナイトの、上に重ねることができるモンスターが、こいつ。ネフィル、アサイラム、カオスナイト。これは、まあ、普通にレベル 6×3 でも出せるんだけど、ヘッドナイトの上に重ねて主召喚するのもできるって書いてあるんで、まあ、これで出していくことが多いですね。で、1人の効果って、このカードは効果ではまず破壊されないっていう効果と、あと、このカードの素材を1個、取り除いてオーバーハンドレッドナンバーズのいずれかのナンバーズエクシーズモンスター1体を出せると。これカオスエクシーズも出せますんで、例えばですね、今回は、出張っていうか入ってるのはサイレントオナーズアークナイトとダークナイトっていうコンボ。これね、別にね、何でもいいんですよ。ヘッドナイトでそのオーバーハンドレッドナンバーズ下に重ねることができるんで、そのオーバーハンドレッドナンバーズであれば何でも出せて、この2枚があれば。だからね、好きなモンスター出してください。ぜひ、これで。例えば、ネオギャラクシーアイズタキオンドラゴンみたいなのも出せるし、あと、アンブラルみたいな、シャイニングアンブラルみたいなのもできるし、なんかね、オーバーハンドレッドナンバーズバリ強化されてるんでね。まあ、今回は一応、水属性テーマのデッキを組んでるんで、アークナイトとダークナイトが入ってますけども、まあ、ここはもう、お好きにどうぞって感じですね。で、なんでアークナイトとダークナイトが入ってるかっていうと、シャークだったからっていうのもあるんだけど、今回この、アビスシャークっていうモンスターを使っていくんですね。で、こいつが、水属性縛りがつくんですよ。特殊召喚するのに。なので、まあ、今回エクストラデッキも完全水属性縛りで組んでるんですけれども、このアビスシャークってやつがね、本当に優秀で、自分のフィールドのモンスターが水属性だけだったら手札から特殊召喚できますと。まず、めっちゃ広いですよね。で、デッキからアビスシャーク以外のレベル3から5の魚を手札に加えることができて、これで、何でもってるカッターとか、例えばね、カッターシャークであるとか、あとサイレンス、クリスタルシャーク、これとか、が持ってこれると。で、こいつがレベル5なんですよ。こいつがレベル5だから、これちなみにクリスタルシャークってやつは、手札が墓地にあると、水属性対象にとって、特殊召喚しながら対象のモンスターの攻撃を半分にするっていう。まあ、相手が水属性だったら、相手半分にすればいいし、まあ、自分のフィールド上のモンスター、に対象にとって半分にしたから特殊召喚して、エクシスタにしちゃってもいいし、まあ、これなんでもいいんだけど。で、クリスタルシャークもレベル5なんですよね。だから、クリスタルシャークとアビスシャークでレベル5で、ネフィルアサイラムヘッドナイトができるっていう。まあ、そんな感じですね。で、クリスタルシャークとアビスシャークの優秀なところは、ナンバーズのエクシーズ素材にする場合は、レベル3か4としても扱うことができるよっていう、まあ、その効果なんですよ。これで、アビスシャーク特殊、クリスタルシャーク持ってきてクリスタル特殊すると、ランク5以外にも、ランク4、過去ナンバーズ、ランク3ナンバーズができるんで、まあ、今回はナンバーズの中でも非常に相性がいい、ナンバーズ4、猛毒使用ステルスクラゲン、クラゲ先輩の最強モンスターですね。これをまあ出していくような構築。まあ、要は、シャークデッキって言ってますけど、結構活躍するのは割とクラゲなことが多いですね。で、まあ、ネフィラサイラムからダークナイト出していくから、まあ、ここで、まあ、シャーク要素もあるみたいなね。で、このね、クリスタルシャークのすごいところは、デッドリーフも備わったんですよ、今回。
その妖怪魚デッドリーフは召喚判定召喚特殊召喚に成功した場合に魚族を墓地をくれるっていう効果があるんですけど、これでクリスタルシャークを墓地を送るとあのデッドリーフが1万初動でエクシズモンスター立つんですよ。だから今回デッキの中に初動カードめっちゃ入ってまして、まあ、これですね、まずブリンセス、3枚、それからカッターシャークが、まあ、3枚、デッドリーフが3枚、っていう感じなので1万初動がもう9枚入ってると、それだけでやっぱ安定感がすごいんですよね。でまあ、あのアビスシャークが上振り札としては入ってるんで、ランク4プラス、まあ、ランク5みたいな動きもできるし、まあ、ステルスクラゲ2体とかもできるし、もういろいろできると。で、ポイント、これね、強い動きの中にアビスシャークでエクシズリモーラ引っ張ってくるっていう動きがありまして、このエクシズリモーラっていうモンスターがちょっと1戦目かなんかで確かやってるんで動き方を見てほしいんですけど、自分のエクシス素材を2個取り除くと手札から特殊召喚できて、特殊召喚するとレベル4魚族を墓地から特殊召喚するっていう効果があるんですよ。だから1回ステルスクラーゲン出してステルスクラーゲンの素材入ってからエクシスリモーラ特殊召喚してでレベル4をめっちゃ並べるっていうことができるんですよね。でそこにアビスシャークとかが絡むと先行でステルスクラーゲン、深淵に潜むものをバハシャ持ちみたいなことできたりするんですよ。まあもちろん顔ヘッドナイトとか出したりもできますけど、これがねめちゃくちゃ強くて、まあ、展開力かなり上がったかなというふうに思いますね。で、まあ、誘発もある程度ちゃんと詰めますし、まあ、ドローソースも詰めますし、何よりもね、御前試合が詰めるんで、このデッキは、はい、素晴らしく強くなったかなと思うんで、ちょっとこのデッキ、早速ね、回していきましょう。デュエル、スタンバイ。アビスシャークあるし、ランタンあるし、強そうだね。ランタン召喚、効果発動。ランタンシャークの効果により、ていうだから、モンスター相対を特殊召喚できる、増殖するし、幼女、はい、幼女でゴキブリ食って幼女にゴキブリを与えて無効にしていく。 OK で、デッドリーフ特殊召喚、デッドリーフの効果発動。デッドリーフの効果により墓地に落としていくのはクリスタッシャー、そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。吠えろ未知なる轟き、支援の闇より姿を現せよ、バームトシャーク。バームトシャークの効果発動、オーバーレイユニットを1つ使いランク3以下の水属性エクシーズモンスター1体を特殊召喚できる、現れよ持ち帰るこのデッキここに召喚ムービーあるの結構うざいんだよな。でアビスシャークの効果発動、アビスシャークの効果により自身を特殊召喚、そして特殊召喚成功時魚族モンスター相対を手札に加えることができる。これはですねリモーラで ありえない展開力を見せていきましょう。そして墓地で存在するクリスタルシャークの効果発動、アビスシャークを対象に取りこのモンスターの打点を半分にしながら自身を特殊召喚、そしてレベル5のモンスターとレベル5のモンスターでオーバーレイ、現れろナンバーズ4、混沌に漂うし透明なる戦士、全てを見通し世界をさせ、偉大なる先輩ここに降臨、猛毒師匠ステルスクラーゲン。さらにフィールドのエクシーズ素材を2つ取り除き手札よりエクシーズリモーラを特殊召喚。ちなみにエクシーズリモーラは特殊召喚に成功した場合自分の墓地のレベル4の魚族モンスターを2体特殊召喚できる。さあ現れろランタンシャークとデッドリーフ、ほっほっ、そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。スパイダーシャーク出してやれなくてごめんな、先行はこいつなんだ、現れよ深淵に潜むシャークよし完璧だ、なんて最強展開なんだ。カードを1枚セットするぜ、まあ、これで一応抱擁を入れたら4妨害ですね。墓地効果発動できないですよ、何でも効果無効にしますよ、相手のモンスターなんか1体破壊しますよ、でなんかもうすごく向こうですよ無限保養で、はい、でお前もうこのターン墓地の効果使うな、お前このターン墓地の効果使うな、つえさすが深淵に潜むシャークさん、墓地効果向こうをさらってくんねえから、アルバスの楽園何だに、アルバスパクってもしゃあねえしな、応用してもいいし、これ猛毒手法してもいいね、猛毒手法これね、アルバスってね、フィールドからね、いなくなるとね、あれなんですよね、融合素材にならないから、融合モンスター出ないんですよね。猛毒地方ステルスクラーゲンの効果発動。
相手のフィールドのモンスターを、異属性モンスターを1体破壊するぜ。ちなみにアルバスで手札切ってくれたから、これ ありがてえ非常に。おい強いですよね。これやっぱ選んで相手のモンスター破壊できるのめっちゃ強くて、あー危険はまあ別にいいか、まあ、一旦スルーかな。アルバス、アラメシア、旅路、あんま強くなさそう。楽園勇者ですね。楽園勇者、はいはいはい、オッケーで、アルベルも召喚券使ったよな。相手召喚券は使ったから、まあそんなやばいこと大きいんやろ。楽園融合を打っても別に持ちからで無効にできるし、ね、赤か。アルバス回収して何か出てくる。アルバスと、いやでもここはまあまだメラジェル出てこないし、言うて出てくんのそんな強くないだろう。これ無効にしよう。持ち帰るくんの効果、持ち帰るくんでプッてやって、でこれで赤の楽に無効、まあ楽に持って、あー持ち帰るの良くないとこ出た持ち帰りくんの良くないとこ出た。そう、ハカーラに弱いこのモンスターはハカーラにめちゃくちゃに弱い。アルバス回収、いやでもアルバスと手札の、アルベルで融合しても、ルベリオンはコストないでしょ。だからまあ出すとしたらもうデスピア系のモンスターしかないよねこれ。アルベルト、アルベル、アルバス、オッケー、アルベル、アルバス、デスピアンクエルティエス、まあまあまあそのぐらいしか出せないですよね。まああいつめんどくさいですよ。でも打点がゼロになってしまいますね全員。いや融合モンスターじゃねえか、ありえないほどの打点になってしまう。まずい。あー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 全員ゼロになっちゃったよ。おい、まあまあまあステルスクラーゲンは別にいいですね。ステルスクラーゲンさんは破壊されたら増殖するので、増殖する G なのでね、あ増殖するクラゲ C か、増殖する C。 これでね、まあ1体しかしょれなくて相手カード1枚でしょ。いやさすがに大丈夫だろ。まあ打点0にする効果は一応無効にできるんで、無限保養でまあなんとかなりますね。まああとサイレントランズアークナイトも出せるし、これクリスタルシャークがほんと優秀でさ、これさあれなんですよ、墓地に落ちてれば適当に墓地が特殊召喚できるんで、毎回毎回水属性いればね。クリスタルシャークの効果、フィールド上の水属性モンスターの打点を半分にしながら自身を墓地から特殊召喚するという効果。ちなみにクリスタルシャークはナンバーズモンスターの素材になる場合、レベル3または4として扱うこともできる。現れろナンバーズ101、満たされぬ魂を乗せた箱舟よ、光届かぬ深淵より浮上せよ、エクシーズ召喚、サイレントオーナーズアークナイト、サイレントオーナーズアークナイトの効果を発動するぜ。うるせえ、黙ってろお前は、黙れお前はあの攻撃力ゼロにされてると普通にワンキル取れないんで、黙ってろお前は。向こう、そしてサイレントオーナーズアークナイトの効果発動、オーバーレイユニット2つ使い相手のモンスターを吸収する、エターナルソウルアサイラム、つえ墓地効果ない、バトル行こう。さあ行け、支援に潜むシャークでダイレクトアタック、そしてステルスクラーゲンでダイレクトアタック、行けアークナイト、ミリオンファントムフラット、つえシャークさん最強、最高にかっこいいね。やっぱこのシャークリッキーって出てくるエクシーズモンスター全部かっこよくてめっちゃいいわ。先行取れてたら最強だったんだけどな。最強でもねえか、でも最強か、結構強いなこれ。あサラマングレイとか、サラマンもあれですね、新しくまた作ってみようかな。まあでも言うてあれなんだよな、ヒートソウルって、まあ、サラマングレイで出すっていうかあれだよね、どっちかっていうと多分コードトーカーで出した方が、まあ、罠コードトーカーとかのデッキでヒートソウル多分入れてなんかね、ドロー加速してみたいな動きが結構強いと思うので、
あの辺ちょっと組んでみようか、わらころとかちょっと組んでみようかなと思ってますね。まあ、ちょサラマンガイトはなんかそんな変わんないから、動きがサラマンガイト多分あれだよね、だってヒートソウル出すよりも別にヒートライを立ててさ、あれだよね、ロアーとかレイジ構えってなんかドヤ顔で腕組んでエンドしてた方が強いよね多分ね。まあ、だからまあだってヒートソウル出さなくてもヒートライオで十分アドバンテージ稼げるし、ね、まあ割とサラマングレイトというよりかは多分ワナコロとかの方がヒートソウルをめちゃくちゃ使いこなせるかなと思うので、まあちょっとワナコロとかを組んでみようかなと思ってるんですけども、まあ、とりあえず何にも言うはずないんで、ありえないほどの動きされてますけども、ロア構えられたやっべで、ジャック・ジャーグ、オッケー、サイレン、サラマングレイト、ジャック・ジャーグで、戻していく、で特殊召喚していく、オッケー、いやこれなかなかで、炎属性回収ね、でガゼル回収 OK、 やってることやっぱ強いよなこのデッキで。サラマングレートハートハート、あうわ3癖やば、3癖は希少3癖希少、カッターシャーク召喚、まあ、一応ロアでいなくなったとしても死者蘇生あるんで、まあ、ギリギリなんとかなるかなって感じなんですけど、カッターシャーク効果発動しますけど、なんかあります？さあカッターシャーク効果、自身を対象に取りこのモンスターと同じレベルの魚族モンスターを特殊召喚するとできから無限包容は抹殺できるから一応抹殺していこう。抹殺の指名者発動、抹殺の指名者の効果により無限包容を選択し、無限このターン無限包容の効果を無効にする。あそこにロア打ってくれた、ありがてえ、オッケー、そこにロアを打っていただけたのは非常にありがてえ。ってことはまあ、これで無効になっただけ、いやこれ全然大丈夫だな。じゃあアビスシャーク特殊召喚、アビスシャークは特殊召喚に成功した場合デッキから魚族モンスターを特殊召喚する、あ、持ってくる効果を持っている。これで手札に加えるのはクリスタルシャーク、これあれですね、あのベイルリンクスあって耐性あるのでパクっちゃった方がいいですね。これクリスタルシャークの効果、アビスシャークを対象に取りこのモンスターの攻撃記録を半分にし自身を特殊召喚、そしてレベル5のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシューズ召喚、アビスシャークとクリスタルシャークでオーバーレイ現れよ、ネフィルアサイラムヘッドライト、かっこいい、最高にかっこいい。そしてネフィルアサイラムヘッドライトの効果を発動、オーバーレイユニットを2つ使いエクストラデッキからオーバーハ何だね、まあ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 、ここまで読んでいましたよ、はい、ここまでは読んでいました、まあ、読んでなかったけど、では、考えまーす。ガゼルめんどくせえ、マジで。もう鬼めんどくせえ、マジ。うざ。一滴とも相性いいの。お頭おかしいだろ。ガゼル、はいはいはい。で、サライトウルフの効果も発動していく。いや、めんどくさい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 。つえな、相変わらず。炎属性回収、あ、ちなみに裏だとか回収できるんですけどね、この、テーマ。で、ガゼル効果で何か落とす、はい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 、で、ファルコ効果、セット、あ強えな、なるほど、ロアセットし直しは強えな、まあ、とりあえずパクリに行くか、ロアもちょっと一回無視してネフィルアサイルのカオスナイト出していこう、ヘッドライト一体でオーバーレイエクシー召喚、カオスナイト、そしてカオスナイトの効果を発動するぜ、現れろカオスナンバーズ101、満たされん魂の守護者よ、暗黒の騎士となって光を砕け、エクシエンス召喚、サイレントブラスダークライト、ダークライトの効果発動、特殊召喚された相手モンスターを粗大にすることができる、つえー、死者蘇生の効果を発動、死者蘇生の効果により自身の墓地よりアビスシャークを特殊召喚、アビスシャークはナンバーズの素材になる場合レベル4として扱うこともできる、現れろナンバーズ4、混沌に漂いし透明なる戦士、全てを見通し世界を刺せ、偉大なる先輩ここに降臨、エクシーズ召喚、
現れろ、猛毒手法ステルスクラーゲン。ベイルリンクスの効果吐いてください。ベイルリンクスの効果吐いてください。お願いします、お願いします、ベイルリンクスの効果吐いてください。いいかバトルエイツ行くしかねえ、行け。1900、2800、次バーンダメージ与えたら結構むしろけだろ相手。いける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 、これでエンドだな。よし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 、オッケー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 、これでだいぶまあ制圧はできてる。まあサラマングレートハートめっちゃめんどくせえけど、まあガーゼルとファルコと、あ金剣ね、まあそれは止める手はないから別にいいや、1ミリも止める手はないんで。禁止令入ってんのかすげえすげえカード入ってんな、すげえカード入ってんの、おいあれかな、抹殺の指名者の入れてたわけに入れてんのかな。サイバネットマイニング、なるほど、いやそれ止めたかったな、まあしょうがないか。サイバネットマイニング効果、コスト切って特殊、あ手札加えるのが、あガゼル、オッケー、ガゼル加えて、でガゼルがびっくりして出てくる、びっくりして出てきた。もうお前おかしいだろ召喚条件。これ一回ちょっと勝利に行きますか。まあどうせちょっとどっかで打たないといけないので、まあここでちょっと打ちに行きましょう。でベイルリンクス吐いていただきたいです。そろそろ破壊耐性あるんですよ、あの墓地のベイルリンクスでリンクモンスターが。あーそこで使わない、まあってことはハード使って蘇生か。あーレイジ送られる、いいだろう。でハート効果で、はい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 、オッケーオッケーオッケー、ファルコね、特殊召喚いいでしょう。でファルコ1体でリンクベイルリンクス、オッケー、把握で、ファルコ効果レイジをセット、強くね強くねえかやってること、強ないっすかね。あーあーあー、でガゼル戻してジャックジャガー特殊召喚いいでしょう。でまあ、ここで2体でリンク召喚で、サラマングレイとサンライトウルフですか。あスプラッシュメージですね。ああなるほど、スプラッシュメージか。あーっとこれリンク、これアクセスかなんか来んのかな。はい、ファルコ特殊でスプラッシュメージファルコリンクさん、あートランスコード、なるほど、これアクセスだな、アクセスコードかムーブ。ヒートソウルとかもね一応出せるんですけどね、スプラッシュメージかませればね。ヒートソウル出したことはあんまり見ないから、この盤面だと。なんでとりあえず、トランスコードとスプラッシュメージで多分アクセスコードとか行って、アクセスコードとかでまあぶっ破してくるっていうことなんでしょうね多分ね。はい、ってことはでもレイジとロアは腐ってんな相手今。サラマングレイとリンクモンスターいねえから、くそ、アークナイトが素材になっていれば帰ってこれたのに、サイレントランスダークナイトが。チキショー、よくもクラゲ先輩逃げて。でもクラゲ先輩、あでもクラゲ先輩別に破壊されても大丈夫か。クラゲ先輩破壊されても増殖するからな、増殖する C なんで。はい、で増殖する C の効果発動、素材を持ったストレスクラーゲンが破壊された場合、エクストラデッキから、クラゲを増殖して墓地のモンスターを素材にすることができるぜ。うわー、素材供給、よし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 、いいぞ、これで素材を供給、よし、これで破壊されたらまた墓地からステルスクラーゲンパイセンが出てくるぜめんどくせえ効果だろ、破壊に対してはめっぽ強いですからね。あアクセス、あえそれ破壊したらあれですよ、あの猛毒症出てきますよ。あれこれ猛毒症を別に単位しないからこう破壊できんじゃないこれ、破壊できるのでは守備で、ステルスクラーゲンさんの効果、オーバーレイユニットにするぜ墓地のモンスターを。これち優先権こっち映る、あ映ったわ、はいさよならさようならダーンさすがクラゲ先輩強すぎるぜ。あなんもねえか、なんもない、ワンフォーワンはある、まあでも、まあ、展開で頑張ってゴリ押しできると嬉しいな。言うてね、猛毒手法ステルスクラーゲンパイセンが結構やっぱ破壊されてもね何とかなるんで、意外とあれ出せればね結構耐久力があって強かったりするんだけどね。でティアースケール効果、
ダスティーローブ OK、 結構長そうな展開ですねこれ。ちなみにランクは皆さん300秒になりましたが、皆さんはどうですか。私はマリンセス使ってる時に、3回ほどタイムアウトで負けました。展開系のなんか割と盤面そのリンクで伸ばして作っていくデッキは結構きついですね。あー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 あああ、これ相手のもなんか持ち時間も表示してもらいたいな。何秒か知りてえわ。結構こいつぶん回してっけど、レベル4のモンスター4体やばい。うわ、ダランベルシアンとかいうぶっ壊れモンスター来ちゃった。これ何サーチすんのこれ。改ざん機ダランベルシアン、デッキから魔法トラップカード1枚を手札に加える効果、やばいやばいやばい。これでね、虚無空間とかサーチしてましたもんね。かく乱作戦、何それは。トリックスターで使う最強の外役カードじゃないか。スカルテット効果、なるほど。フェレット、うわ、終わったー終わったー終わったくせ。これどうなるんだこれ最終盤面。やばいことは起きているが、一体全体この人は何がしたいんであろうか。バロネス、あーなるほどね、バラバラバロネス出てくる。はあ、ミラクルシンクロフュージョン、なるほど。ミラシン効果で、これ何素材。ええそれ先行で出すモンスターじゃなくね。先行で出すモンスターじゃないのでは。これ何これこれ何これ、えどういうこと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 。これ高校からさ出してなんか相手ぶっ破するカードじゃねえの。ペンデラム効果ってことこれ。ちょっと待って、今からちょっとテキスト読むわ。ちょっと待ってくれ、何が起きるんだ。かく乱作戦、はいはい、相手は手札を全てデッキに加えてシャッフルする、その後ドローする。何こいつ、待って、わからんわからん、こいつのペンデラム効果ってこと。一旦に相手がドローフェーズ以外でデッキからカードを手札に加えたときにそのカードを破壊する。やばっ、一滴で止まらなくね。あれあれ、ペンデラム効果やな。そんなのがあったの。ザークさん。やばいんだけど。ちょっと待って、これ俺手札全部破壊せんのこれ。いやまあとりあえずダランベルシアンとバロネスの効果無効にしたいんだけど、やばいこと起きたんだが、ザークの正しい使い道教えてもらったわ。先行前半です、ザークやばすぎる。